シーズンも残すところ今節を入れて13試合、 J1 昇格争いで遅れを取らないためにも勝ち点3の上積みがより一層重要になってきます。2019明治安田生命 J2 リーグ第30節、徳島ヴォルティス対京都サンガ FC の一戦をお送りします。 J リーグ通算300試合の出場を達成しました石井秀則選手に対して記念品花束などの贈呈が行われます。ではスタメン改めて確認していきましょう。ホームの徳島からです。前節琉球戦と同じメンバーです。ゴールキーパー梶川、3バックと予想しています。右から石井ヨルディバイス内田優斗、ダブルボランチと予想しまして岩尾と小西、サイドは左に清武、右に岸本、そして川田のワントップ、その下に渡井と野村という布陣です。一方アウェー京都サンガ FC、 スタメンをフォーメーションで見ていきましょう。ゴールキーパー加藤信弘、4バックです。右から石光、安藤潤、本田、黒木、庄司のワンアンカー、その前にいるのが福岡と宮吉、宮吉が3試合ぶりのスタメン出場となります。ワントップ一味和則、そしてそのサイド左に小山津、そして右に銭湯です。野村に入ります。さあ野村、前の清武、さあチャンスになりそうだ、クロスが入る、渡井のヘディング、いやこれも決定的でした ね、 渡井のヘディングシュートはゴールの惜しくも右です。このボールを持って後ろの小山津へ、中へ庄司、縦に送る、さあ入ってシュート、一味、一味のシュートですね。ターンしてすぐシュートを打ってきました。攻守が切り替わります。さあ前向いて内田のところ、ボールがこぼれていますがゴールキックです。最後内田がキーパーの加藤のところにまで詰めていましたが、最終的に野村のこのスルーパスの選択ですけどね、まあ惜しかったですね。野村、浮き球、清武、パスシュート、決定的、決定的でしたね、野村のボールに対してゴール前清武のシュート。チャンスシュート、これは決定的でした。京都先頭から最後小山津、この辺の先頭のパス出しのセンスですね、あ見事です。さあ岩尾から途中出場の杉本へ、もう一度岩尾に戻ってきました。浮き球のボール、さあ中に受けてシュートだ、先制徳島、渡井のゴール、今シーズンの4ゴール目です。岩尾のパスを受けて渡井、いい抜け出し、そしてしっかりと決め切りました。8試合ぶりのゴールです。さあ徳島チャンスか、杉本前を向く、仕掛けていく、シュートだー、素晴らしい、杉本ゴール、後半の43分です。11試合ぶりのゴール、徳島が追加点を挙げました。決めたのは途中出場の杉本、意地の1点返せるか。ニアへのボール、こぼれて折り返してシュート、
1点返した京都。よく返しましたよね、中坂ですか。決まった瞬間試合終了です。京都は1点を返しました。しかし勝ち点は取れず、徳島ボルティスが2対1、最後の最後に1点は取られましたが、しかし大事な京都との一戦、勝ち点3を取りました。これで今シーズン2度目の3連勝となります。